あ、一応これで、配信していますね。はい、ライブ配信中です。はい、はい、みんな。これは声は出てんのかな？お、OK。ちゃんと声は入ってるな。ミュートにすると、はい、まい、はい、はい、はい。OK。はい。あ、これで一応声入ってると、はい。時間になったので、ライブで配信してまいりましょう。もう、私、研究室、こちらの研究室、台湾の中央研究院の臨海研究所があります、イーランでですね、イーランの臨海研究所で研究室を主催しております太田でございます。で、今回、国家科学技術委員会っていう、まあ、日本語だとまず聞き慣れない言葉で何かこう言っておりますけど、まあ、要はこちらからですね、お金をいただいたっていうふうなことなんで、それをお話ししていくわけですけれども、まあ、もう何も考えずに何が起きたかっていうと、まあ、NSTC のグラントが通りました。その NSTC っていうのは、その国家科学技術委員会っていう、まあ、こういう会がありまして、で、そこの、そこにいろいろこういう研究しますよっていうふうな、ですね、そのお金くださいっていう申請書を出したらですね、申請が通ったっていうことになりました。で、そもそもその国家科学技術委員会って、これググって調べていただいたら、まあ、わかると思うんですけど、時々ね、その日本の人からそのポスドク先がないだろうかとか、お金がまああったら雇ってあげるよみたいな、そういう話をして、まあ、その日本だと科研費みたいなのがあって、で、まあ、それに相当するものがこの NSTC 国家学科国家科学および技術委員会、国家科学およびが間に入ってるんです。間におよびっていう文字が入ってるんだけども、国家科学技術および技術、国家科学技術および委員会、もうこれめんどくさいんで、NSTC って言いますね。じゃあ、まあ、NSTC って、もう全然本題に入らない。 NSTC、 ナショナルサイエンス&テクノロジーカウンセルっていう、ここですね。昔これね、その昔はその国家科学技術委員会じゃなくて、もともと科技部って名前だったんですけど、じゃあ私が来た瞬間に科技部じゃなくて、国家科学および技術委員会だったんで、まあ、名前がコロコロ変わってるんで、余計面倒くさいんですけども、まあ、ここから、まあ、お金が来年からっていうか、今年のその、7月から来るよっていうふうなことになりました。で、まあ、もう毎年、一応毎年このグラントには申請して毎回通ってるんでね、そんなすごいことというか、すごいことが起きてるわけじゃないんですけれども、ちょっとなんだか節目というか、なんか自分のラボのこの運営の仕方っていうのと、このグラントをいただくにあたって起きたことっていうのが、ちょっと今までと違うパターンだったんで、説明しておきたいと思った次第です。で、何が起きたかっていうと、去年はね、1年分しかそのお金くれなかったんです。毎回3年分くださいっていうふうにその申請したら、3年分くれたんですけれどもね、いただいたわけですけども、で、まあ、毎年だいたい、まあ、600万とか700万ぐらいお金がこう来てですね、それで人を雇ったりとか、まあ、その実験用の生き物を買ったりとか、試薬を買ったりとかするわけですね。まあ、うちの研究室でしたら、まあ、その金魚かな、金魚を買ったりとか、まあ、金魚全部に700万円使うってこともないんで、まあ、なんかあれやこれやね、実験用の試薬を買ったりとか、まあ、そうこうしてると、700万円ぐらいいっちゃうよねと。で、まあ、それぐらいお金ないとね、研究はできないよねと。ただ、まあ、その研究室に、まあ、私含めて4人しかいないちっちゃな研究室なんで、まあ、それぐらいあったら十分なんです。本当にお金のかかる研究室だと、これ700万とかじゃどうにもならないでしょうけど、うちはもうちっちゃな研究室で700万もあれば、まあ、よいと、これが3年間来ると。で、去年はね、1年分しか来なくて、これは何が起きたんだろうかと。あんまり実績がありませんでしたんで、あ、これ実績がなかったから、こういうふうな判断が下されたのかな、どうなのかな、なんてことをこう気にしてたんですけれども、なんだか、その今年はそれで、3年分予算がもらえるってことになりました。グラントに書いたね、研究計画の内容が素晴らしかったから、お金がくれたんだというふうに、まあ、信じたいわけですけども、まあ、どうかは分かりません。ただ、今回ちょっとやり方を変えて書いたのは、その、得られた
結果をどのようにね、どういうふうな結果が得られますか、得られることが期待できますかみたいなのを書いてくださいっていう項目があったわけです。で、今まではまあそのひたすらそのいい論文をいい雑誌に投稿しますみたいなことを書いてたんだけども、今回はそのなんかいそなんて書いてたっけ、その自分でもさっき見返してたんで、そのなんかその SNS や YouTube を通じて世の中にそのビデオコンテンツというか動画のコンテンツを作って、その世の中にその科学の普及のために頑張りますんで、なんでお金くださいって言って、まあこんなんでこれで通ったら何なんだろうかっていうことを考えてたんですよね。まあその何なんだろうかっていうとぼんやりしますけど、なんかこう最近その科学雑誌の出版社に投稿した時の投稿料とかオープンアクセス費がやたらめったら高くて、で、まあ同僚でもこれはちょっと高すぎるだろうって話で、まあこれはどうにかせんといかんなっていうふうな雰囲気があったのと、まあやっぱりいい研究したらいい雑誌に載せた方がいいよねっていう雰囲気の、まあこれら2つが両方混在していて、まあどっちにどう転ぶのかわからないなと。で、最近来てくれてるポスドクのそのフィリピン人だけども、ドイツで学位取ったポールっていう、もう非常に優秀なポスドクさん来てくれて研究やってくれてるんですけど、やっぱ彼の出身のフィリピンとかだと、やっぱそのいろいろその意見はあるんだろうけども、彼自身のポリシーとしてはそういうその、彼からすると法外にお金を取る雑誌社のために、なんでお金をこうね、その上げなきゃダメなんだみたいなことを、こう言っていて、あ、まあなるほどねと、確かにと、今時そのまあ今こういうカメラ、こういうカメラで撮ってるわけですけど、こういうカメラって自分で撮って自分でいろんなそのみんなのために分かりやすく解説するコンテンツみたいなのを作ろうと思えば作れちゃう時代だから、まあ、そっち使えばいいだろうねと。で、自分もあんまりその、なんというかそういう雑誌社が悪者で彼らをとっちめてやろうみたいな、そういう考え方には同意できないし、まあそういう老舗の素晴らしい雑誌社の人たちはそれはそれで中の知り合いの人もいますけど、まあよく頑張ってくれてるんだろうなとは思うんですけど、まあ確かにね、そのすごい有名な雑誌社がこういうプラットフォームを作ってくれるかっていうと、そうはなってないよねっていうのを感じたと。まあつまりそのなんかいろんなところで投稿料は取られるけど、その投稿料を取られて、その投稿料払ったら、こういう動画でいろんな情報発信できるような、そのアカウントくれて、そこにスペースくれるんですかっていうと、多分そうはならないし、そうはなってないだろう。まあ、つまり、その、ネイチャーとかサイエンスとかっていうでかい雑誌社さんは、Google とか、まあ、YouTube みたいなのと同等のそういう情報発信するサービス作ってくれますかっていうと、まあそりゃそういうことしないよね、ただで作ってくれますかっていうと、そういうことはしないだろうと。で、なんかお金は取られるけれども、まあその紙媒体ベースの、その、まあもう今紙ですらないのかな、紙ですらなくて、まあそういうその文字テキストとフィギュアがあって、でそういうのを載せるっていうのだけでお金取られるって、それはどういうことだっていう、怒る彼が怒ってるのもまあまあわかると。で、まあじゃあ自分らは一応、まあそのある程度査読のあるね、その雑誌社にはの、のその査読っていう査読のプロセスを経て、世の中に対してこれは事実ですよっていうふうなのは、まあその雑誌っていう形では出すけど、まあ、その雑誌の名前に依存するんじゃなくて、もう自分でもうすでにあるいいプラットフォームを使って自分たちの研究の情報発信した方がいいんじゃねみたいなことを思ってて、それをそういう気持ちをそのままグラントのプロポーザルに書いて、これ通るのかなと思ったら、通って3年サポートちゃんとしてくれるって話になって、で、その最近我々の研究室からそんなにめちゃくちゃいい成果なんて出ておりません。昔はっていうか、そのね、昔安倍さんがここにいた時は、まあ自分がよし、ネイチャーとかサイエンス書いてよかったな、よし、じゃあうちの研究室に来てくれるポスドクさんには頑張ってもらうんだみたいなことを思ってたんですけど、その今来てくれてるポールとか、いやそれ自分のポリシーと真逆っすみたいな話になっちゃって、まあじゃあどうするよ、じゃあまあそっちじゃない方向でやっていこうか、でもそれでお金来なかったら困るよと、そんなこと言っててさ、そのなんかやっぱり有名な雑誌に書かないとグラント取れないみたいなことになったら嫌だよねみたいなことを話してて、じゃあまあ
君の考えにも同意するところがあるからその戦略でやってみよう、そういうふうに、まあ、その書いてみるよと YouTube で成果発表しますって書いて、まあ、そしたら通ったっていう。でこれ何が起きたのかわからないですね。あの査読してくれてる人の中にその自分のグラントを見てくれた、その査読雑誌の査読じゃなくてこの NSTC のグラントを見た人の中に実はそのなんというかあの自分の YouTube のチャンネル見てくれてた人がいたっていうかいたのかもって可能性ありますけど、まあ、自分のこのチャンネルとか まあ、はっきり言って収益化もされてないし600人ぐらいしかいなくて、まあ、サイエンスのコンテンツを書いて、作ってこの投稿して載せたはいいが、まあすっごくよく見られて300回再生ぐらいしかされないようなチャンネルなんだけども、まあ、とりあえずでもそれでもまあなんかいいみたいなので、はい、でなので一応そういう感じであのグラントをもらったあお金もらうことになるだろう。で一応それや、まあ、その書いた手前ね、そういうふうな形でやりますって書いた手前、まあまああの嘘はつかない方がいいだろうっていうので、まあその研究成果をここのチャンネルに載せていくんだみたいな感じの方向で、まあその研究発表された内容はこういうチャンネルを通じて紹介していくっていうふうな、そういう感じでやっていきたいと思いますんで、あのまたあのあれです、あのなんか そういう感じの動画がアップされたら、あこれが言ってたやつか、 あの NSTC 台湾、あの台湾のそのグラントあの取れて、今こんな研究やってるんだなっていうのがなんか動画に上がるかと思うんで、あのちょっと 見といてください、あのという それだけのそういう報告でございます。よろしいでしょうかね。はいはいはい、カチはいはい。